the sun's going down. No stars in the sky. I'ma head down the road, across county line, where they roll up the smoke. They pour beer and wine, and hearts break on the jukebox, where the neon stars shine, where the neon stars shine. ですね、あの京北の上場キャンプ場に来ました、はい、こんな感じでいい、うん、いいよ。で、すごい人が多くて、うん、今何時だっけ。4時42分、うん、で3時からあのチェックインっていうか入れるのね、うん、まあ、2時からか、本当は3時からって書いてあるけど、うん、2時ぐらいからいいですよ、2時ぐらいからもうチェックインしますって、っていう感じで、うん、だけどもうね、いっぱい満車本当にこんな多いと思わなかった、うん、連休だからだかもね。そう、4連休のね、2日目だからね、うん、でまた雨上がりで今夜晴れじゃん、うん、だから多分みんな星をね、見に来てると思うんだけど、うん、まあ今のところまだ曇りなんだけどね、うん、でその場所がなくて、でまあ、あの受付の人と話をして、うん、で、まあ、うちのテントがちっちゃいからということでそうそう、うちだけね、すごいポツンと離れたここになったんだけどここは、テントを張るところなのかなっていう駐車場じゃないのかなっていう感じなんだけど、で本当は向こうキャンプ場、そうなのよ、そう、うん、ここ本当の駐車場の中空いてるスペースに貼ってくださいっていうことだったんでまあまあ全然騒音とか気にならないからいいんだけど、すごい疎外感半端ないっていうね、うん、まあ次はね、うん、この教訓を生かしてさ、うん、まあ、ちょっと時間を早めにね、うん、いいところに貼りたいなっていう、そうそう、まあ、今回でも初挑戦だから、うん、お泊りキャンプ、うん、一応泊まるのは僕だけで、まあ、嫁さんとあと子供が来てるんだけど、うん、あの下の子が、うん、まあ、もういい時間になったら帰るという感じで、はい、今回のキャンプはやっていこうと思います。はい、で、はい、今回ですね、張るテントはこちらになるんですけど、ワンチグリスのポリコットンのテントになります。で、これはあのコットン製で、まあ、ポリエステルとコットンと半分半分じゃないな、あのいい感じの割合でなってて、あの質感がいいのかな、触ってみて、あ、ね、ほんとだ、結構いいでしょ、うん、こんな感じで、あの火のことで蚊にも強いから、あの焚き火もね、いいのよ。へー、普通の、この間あのギリアを買ったんだけど、うん、ギリアはね、ポリエステルで穴が開きやすいんだけど、うん、こいつはね、結構ガシガシ使えるテントになります、うん、で、今日はこちらであのテントの方ちょっと設営してお泊まりをしてみようかなと思ってます。はい、はい、それではね、早速やっていきます。で、初めて開けるよね、うん、ワンチグリスなんだけどね、みんななんかワンタイガーって言ってね、ワンタイガーが合ってんのかな、でもワンチグリスって書いてある、ワンチグリスなんだけど、当たり前の発音で言うとなんかタイガーって言ってるみたいな感じになる。え、ワンタイガーです、あ、ダウンタイガーです、確かにワンタイガーですみたいな感じ、はいはい、それをなんかタイガーみたいな、そうなの、うん、でも一応ワンチグリスなんだって、うん、正式名称はね、多分だと思うんだけど、うん、あの楽天とかさ、うん、そういうヤフーとかにもワンタイガーって書いてあるの。え、じゃあそうなんじゃないの、なのかなと思うんだけど、ワンチグリスとも書いてる、わかんないのよ、どっちなの、皆さん教えてください。俺的にはワンチグリスだと思うんだけどあのチグリス、ユーフラテス側のチグリスじゃないかっていう、なんかで、そのこれの販売元に何て読むのかって問い合わせ、 YouTuber の方がいるんだけど、うんうんうん、ただその発音の音声まで送ってきてくれたので、うん、ただ
タイガーよりのチグリスだったっていう話だったから多分チグリスだと思う。ああそうなんだ、うん、あじゃあそれはチグリスだね、うん、やっぱそう思うんだけど、ね、その発音がなんだね。そうタイガーよりのチグリス、面白いね。なんだってなるほど、うん、っていうねこのちょっと名前が面白いテントを、うん、今日は貼っていこうと思います。はい、はい、これ楽天のナチュラムで買ったんだけど、うん、これを買ったらねあのグランドシートがセットでついてくるっていうかセットで販売してる。でこれに合ったグランドシートを見つけるの結構めんどくさいんだけど、うん、これのサイズに結構近いようなのを一緒に抱き合わせて売ってくれてるわけ、うんうんうん、2万2000円ちょっとだったかな、ね、2万3000円ぐらい、うん、だからね買うんだったらそっちがいいかなと思います。はい、でちなみにねあのこれと一緒に売ってるグランドシートはキャプテンスタック の、 あの210×130 ってやつ、うん、寒いわ。何も長袖持ってきてないんでしょ。持ってきてない。あちょっと袋が入ってるキャプテンスタックの。どうでしょういいと思います。結構なんか綺麗に入ってるね。ワンチグリスさんほら本当だ、なんかおしゃれ。なんだこれね、めっちゃおしゃれじゃん。安いんだけどコスパがいいでね、うん、あの今すごい来てるのよ。あ、そうなの。うん、来てるのでしょ。こんな感じでここを押して差し込んでこれね、うん、これこうやって出来上がり、うん、こう簡単だね、うん、あ、寒いね。これ今でこれだからね。うん、明日の朝冷えるって書いてあったもんね。風邪ひかないでね。だからよ、ちょっと、ま、ずっと寝袋に入っとかなきゃ。マジでさ寝袋にずっと入っとかないと、ね、うん、いやこれは寒いわ、うん、スリッパでもちょっと寒いもん。だって車のさ温度計で20度って書いてあったもんね。大丈夫かな。じゃあこれであれ、わあびっくりした。ペグがないと思ったらあったね。今日はさ、うん、トンカチ持ってきた。ハンマー持ってきたよって言うと思った。いやこの間忘れたから、うん、でかいやつ持ってきちゃったわめっちゃでかいやつ持ってきちゃった。この間忘れたから忘れたからでかいのって意味がわかんないんだけど。お、漫画かっこいい。あ、本当だ。すごい本格的。緑のアルミ、なんかおしゃれだね。うん、なんかおしゃれ、一つ一つがおしゃれ。うん、いいなこれ、買って正解だわ。ちょっとね、かなり無理言って買ってもらったのね。だよ、だってさこの間ギリア買ったばっかり。この間ギリア買ったばっかりだよ、そんなことある。いや普通に多分どこのね、奥さんもね、うん、言いますよ、そら言いません？言わないのかな。ほら見て見て見て、ほらそんなことお構いなしだもんね。うん、いい感じだな。何がいい感じなの？ちょっとよくわかんないけどお、なんか根っこに当たった。あ、グランドシート本当にちょうどだね。めっちゃちょうどやな。で入れてこう入れて、うん、入れつつこう引っ張ってあげないと引っ張れない。これでそこでストップが測るってこと。うん、なんかそんな感じだね。ここでほらキュッと挟まれてさ、うん、ほら先と一緒。先と一緒で、ここ横ほらこういう風に繋がってて、うん、でここがファスナーね、うん、でここは開くんだけど、うん、ここをさほらさっきみたいにこういう風になっててこういう風になってて、うん、ここを引っ張ったらロックされる。だからそのちょっと伸ばした状態ですればいいんだな。いいんだな、うん、じゃあまあ全体的に見ていきましょうか。はい、
まあ、とりあえずね、今こんな感じで貼ってみました、うん、で横のね、あのワンポイントのワンチグリスがいい感じだね、うん、いい感じで、グランドシートは、グランドシートはちょうど寸法ちょうどだね、そうだね、うん、ちょっとはみ出てる、うん、ちょうどいいぐらいだ。で、後ろのここはほら、通気用のメッシュだね。へ、ああ、そうなんだね、あったかい時はこいつを跳ね上げて止めれば、うん、いいんだよね。でも今日は寒いからね。今日は寒いからもう別にこのままでいいや、うん、でここもね、あの、ここをさ、うん、ロープでこうほら、引っ張ってあげると、うん、中がちょっと広くなる。へ、気持ちいい、気持ちいい、ね、気持ちだよね。だこうなるとほら三角形で狭いから、ここを引っ張ってあげると中がちょっと広くなる。ああ、そうだね、うん、っていう感じなんだって。うん、で、あとこのここほら二つついてるでしょ、うん、これは何をするかって言ったら、このタープさ三角形じゃん、うん、で両サイドに木があったら、うん、ロープをさこう木と木でつなげて、うん、こことこことこことここにロープをこう全部通してあげると、うん、このポールがいらないの、ぶら下げられるわけ、これをロープに。で分かってないでしょ。分かってる、分かってる、うん、で前は締めた状態で今こんな感じだね、うん、で結構強めに張って、あのピン張りできてるかなっていう感じなんだけど、両サイドが浮いてるからね、合ってるかどうかちょっと分からないで、このペグがね、まあいいんだけど、ちょっと俺的にはあのフックがさ、うん、ついてるのがやりやすいかなっていう、まあ多分これ慣れなんだろうけど、うん、でもこの三角形の付属のこのフックは確かにあるね、食い込みは結構なんかいい。ああ、そうなんだ、うん、しっかりこうあのペグダウンした時のさ、うん、食い込んで固定されてるなっていう感じはある。それはなりますね。これ前をね、ちょっと跳ね上げてみますね、うん、ここをじゃあこう開けてこんな感じで、ほら、おー、こういう風に開きます。夜雨降んなければいいけどな。雨予報ではなかったよね。あ、一応ね、このテントはあの耐水圧がねちょっと低いのよ。あ、雨に、ね、あんまり強くないみたい。あ、でもそうなの？ポリコットンの性質上ね、あの雨がかかると、うん、その水を吸収して、うん、あのテントのこのメッシュの目が詰まってね、うん、雨が中に入ってこないっていう中性質があるので、うん、そのポリコットは全部そうらしいんだけど、まあ、そういうのもあって多分耐水圧がちょっと低いって言うんじゃないかなと思って。お、結構膨らんだぞ。膨らんだでしょ。うん、あれあれ、コンクリートだあ、鳥が乗ってる。どう？あ、いい感じ。跳ね上げた感じもいいね。うん、ちょっと俺中に入ってみるね。はい。で、身長170センチの俺が寝るとこんな感じ、うん。ちょうどだよ。ちょうど。もう一人寝れるかな。横に寝てみる。うん。ほら、私こっちに来たらさ、うん、まあ、寝れないことはないね、うん、雨が降っていると多分ここが濡れてるから、うん、こっち濡れる。あ、雨が降ったらね、うん、で, もあ、でも全然寝れる。寝れないことはないねなでもちょっと気を使って寝ないといけないなんで気使うの一人だったら全然いい、うん、こんな感じ。夏よ。いいね。いいよ。
まあでもこれでも全然寝れるかも、このままで。うん、人も気にしないければ。うんうん、なんかめっちゃ噛んだけど。人も気にしないといけない消えるまで。火をかければいいらしいんですよね。こんな感じで。あ、見て見て。ほら。いい感じになってきたよ。うん、でもね、多分これね、持ち上がるんだよね。なんか乗せないと。うん。木でもいいかな。木でもいいかもね。燃えないでしょ。これでいい。うん。がっつり気を乗せてみる。多分大丈夫だと思う。火がちっちゃいからさ。いや、本当にそれでも炊けるのかな。炊けるかもね。うん。だね。1.5 にして私もちょっと食べればよかった。ああ。実はね、先日このファイヤーメーカーというのをね、ファイヤーメーカーというのを買ってみました。で、これファイヤースティックなんだけど、規格外にでかいんですよ。値段が6000円ちょっとぐらいですね。で、このね、規格外のでかさがちょっとね、面白いかなと思って買ってみました。で、ちょっとね、開封してみようと思います。すごい、拳2握り分ぐらいあるわ。拳2握り分でもちょっとはみ出てるし。おお、結構出るね。簡単に出る。あ、この表面の黒い被膜を取ればよけいいな。おお、すげえ、めっちゃ簡単じゃんこれ。でね、この木くずにね、最初ちょっと粉を出してあげて、後ろの方つくじゃん。いい感じだね。うわ、すげえ。結構普通に炊けるもんなんだね。おいしそう。おいしそう。セールで安く。
ガスが切れたんで急遽焚き火で料理。なんか一気にワイルド感が増した。よかった、焚き火しててね。あ、下が入ってる。 In the shade I waste my days. Tonight I go to town. Well I'm up still with them good time gals. Always going down. Yeah they're always going down. Hold on. Baby just hold on. I'll be coming home. Back where I belong. Hold on. Baby won't you hold on. One more time. Saturday nights when I call you. You ain't got time for two. You say you waited for hours. おはようございます。ただいまの時刻6時12分です。で思ったよりですね、結構寒くて、何度ぐらいだろう、10度下回ってると思うんですけど、初めて張ったこのテントですね、結構結露がひどくて、夕べ寝てたらですね、水滴が顔に何滴が落ちてきて、目が覚めたことがあったんですけど、ここのね、上もね見えるかな、結構水滴がついてるんですよね。でこっちのここ昨日ここで寝たんですけど、ここのねテントの裏側も水滴が結構ついてて、冬場はこういうのの対策をねしないとちょっとね厳しいんじゃないかなっていう印象を受けました。で向こうにねいろんなキャンパーさんたち泊まってるんですけど、やっぱりテントの上にタープを張ったりとかですね、そういう対策をされてて、ちょっとねベテラン臭が漂っている感じがしてますね。でテントの上の方もですね結構結露がついてて、でだんだんこの水滴で重たくなってくるのか、なんかこのねシートがだんだん下がってくるような感じです。ちょっとこう重みがありますね。で横の方はねそんなに濡れてないです。この側面と上に対して横の方はそんなに濡れてなくて、こっちの横もまあ結構水滴がついてますね。やっぱりこの上かな、上が結構ひどい。やっぱりこのテントの上にねタープが一つちょっと欲しいかなっていう感じですね。まあ、冬場はそういう対策をしないと霜が降る時とか、まあ、そういうね厳しい気温の時なんかはね水滴の問題がついて回るんじゃないかなっていう感じです。まあ、それさえなければね、まあ、寒いこっちゃ寒いんですけど、まあ、それなりに快適にね過ごせるんじゃないかなっていう感じですね。はい、それではですね、今回初めてのお泊まりキャンプだったんですけど、まあ、忘れ物が結構多くてですね、準備したつもりがしてなかったとか、積んだつもりが積んでなかったとか、まあ、カメラの三脚とかですね、まあ、大事なものを忘れてしまって、あとね、朝コーヒー飲もうと思ってて、ペットボトルのコーヒーをまあ持ってきたんですけど、またこんな寒くなると思ってなくてですね、冷たいのはさすがにちょっと飲めないですね。で、お湯を沸かす用の鍋も持ってきてなくて、ちょっとね、初めてのキャンプで大失態だったんですけど、まあ、そこら辺もですね、含めて次のキャンプでまた活かしてですね、快適なキャンプをちょっと試みてみたいと思います。まあ、結構いい感じでですね、日が昇ってきましたので、
ちょっと軽くお散歩でもしてからお別れしたいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。